クリスティーン・キーラー、クリスティーン・キーラー、クリスティーン・キーラー、1942年2月22日から2017年12月4日は、イギリスのルードモデル及び売春婦、ハロルド・マクミラン政権の陸軍大臣の、ジョン・プロ・ヒューモとの関係は、冷戦下において、プロ・ヒューモ事件として、こうのものとなり、政権の交代につながった。キーラーは、 ミドルセックス州アクスブリッジに私生児として生まれ、レースベリーのバークシャー村で母親とママ父によって育てられた。異性には好かれたが、同性からは嫌がらせを受けた。両親の愛情が薄く、無関心であることから、家出や売春を公然と繰り返すようになる。15歳で彼女は、ロンドンの双方にある、婦人服店のモデルの職を得たが、その後キャバレーやストリップ劇場のダンサーなど職を、 渡り歩いた。キャバレーのダンサーだった16歳の当時、レールハム空軍基地に勤務するアメリカ空軍の黒人軍曹、ジムと関係を持ち息子を出産する。キーラーはジムがアメリカに帰国した後に妊娠の事実を知った。網張りを使って打体を試みたが失敗し、1959年4月17日に早産した者の,の赤ん坊は6日後に死亡した。 その夏キーラーは、レースベリーを去り、友人と短期間、スローに泊まった後、ロンドンのベーカー街にあるレストランで、ウェイトレスの職を得る。キーラーはそこで、マレーズキャバレーで働くモーリーン・オコーナーに出会う。オコーナーはキーラーをオーナーのパーシー・マレーに紹介し、マレーはトップレースのコーラスガールとして、キーラーをすぐに雇うことにする。マレーの店で働く間に、キーラーは、 スティーブン・ウォード博士に出会い、二人は間もなく共に暮らすようになる。しかしながら、その関係はキーラーによれば精神的な兄弟の関係であったとい。またこの頃より、いわゆる高級娼婦として不特定多数の男性と性的関係を持つことになった。客の中には中英ソ連大使館付きの海軍上級部官のエフゲニー・イワノフも含まれていた。 1961年7月にウォードはバッキンガムシャーにあるアスター試策所有のカントリーハウスで行われたプールパーティーでキーラーをイギリス陸軍大臣でイギリス政界の次世代を担う人物として注目されていたジョン・プロヒューモに紹介した。その後プロヒューモはキーラーと金銭を介した肉体関係を持つことになるがキーラーが 同時に、イギリスの仮想的国であるソ連の岩野副部官とも関係を持っていたことは知らなかった。まもなくイギリスの上流階級の間において、プロヒューモとキーラーの関係に関する噂が広がり始め、この噂を知った内閣官房長官のサーは、キーラーが岩野副部官とも関係しているといい、MI5 長官のサーのアドバイスをプロヒューモに話した。 プロヒューモはこのアドバイスを受けて1961年8月9日に、キーラーにもはや会うことができないと手紙で伝え、二人の関係は数週間で終わることとなった。なお当初、マスコミはこの噂をプライバシーに関わる問題として、あえて報じなかった。しかし、1962年12月に、 ロンドンで発生したキーラーと関係した他の二人の男性が銃撃された事件を追っかけにマスコミがキーラーについての調査を始め、その中でキーラーとプロヒューも、そしてキーラーと岩の夫婦間の関係に関する噂が再び浮かび上がってくることとなった。その後の1963年3月21日に労働党選出の会員議員のジョージ・ウィックが ある傷害事件の証人として、出廷を命じられたキーラーと閣僚の一人が、関係があり、国家の安全のために事件を追及すべしとし、噂の真相究明を要求した。疑いを持たれたプロヒューモは、その女性は知っているが、不貧困な関係はないと、会員で、身の潔白を主張した。しかしこの前後に、マスコミが、キーラーが、岩の不武官とも、 同時期に関係していたことを報じ始めた。このため、プロヒューモ事件は、単なる閣僚の女性スキャンダルから、軍事機密情報の漏洩という国家安全に関わる、問題となる。その後プロヒューモは、マクミラン首相宛ての手紙の中で、議会での発言が嘘であり、キーラーと親密な関係については認めたが、軍事機密情報の漏洩はなかったと告白、謝罪して6月5日に辞任した。 なお、プロヒューモは辞任したものの、翌年の選挙で保守党は敗北を起死しマクミラン首相が責任を取って辞任することになるなど、プロヒューモ事件は20世紀のイギリス政界における最大のスヤンダルと呼ばれることになった。その後キーラーはこの事件で罪に問われることはなかったものの、銃撃事件における裁判において偽証罪で懲役9ヶ月の判決を受けた。 さらにその後キーラーは世間の好奇の目にさらされて生きていくこととなった。1988年にはブライアン・フェリーのキス・アンド・テルのプロモーションビデオに往年のモデルたちと共に出演した。1989年には事件を元にした映画スキャンダルが公開された。キーラーをジョアンヌ・ウォーリー・キルマンが演じた。2017年12月5日に キーラーの息子が Facebook を通じ、ここ数年慢性的な肺疾患を患っていたが、4日に死亡したと明らかにした。香港出身の写真家、ルイス・モーリー、ルイス・モーリーの撮影したキーラーの肖像写真は、1960年代のイギリスを象徴する写真として、最も有名である。写真には、複数のパターンがあり、しばしば風刺として模倣されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。